こんばんは、ティモンさんです。お久しぶりです。ちょっとですね、病気をしておりまして、なんか、すごいね、もう喋りづらすぎて、今もまだちょっとね、鼻があんまりよろしくないんですけども、ちょっと、どんくらいかな、5日間ぐらい、何もせずに、だらっとしておりました。さあ、そんな中で外国人、ペナントをやっていくわけだ。去年が27ゲーム差、1.5 ゲーム差でロッテに負けて、で、シーズン終わりでこれが5年目かな、ですね。うわ、ちょっと久々にやるもんだから、ちょっと全然あれだな。ちゃんとはちょっと覚えてないけど、なんかそうだな。カーターが万世だっていうことだけ知ってんだよ。これで球種限界で万世っつってからな。で、ハーリーがね、2桁を去年上げまして、この辺が多分かなり、メインになってくるのかなと。いった感じですかね。うん。そうね。そんな感じかな。で、オーダーか。オーダーはまあ、リードとシズム。どっち使っていくかみたいなところですか。地図はいいか。リードか。リードになるな。うん。んで、オーダーは組んでんのかな、もしかして。ちょ、ダメ、喋ってたらなんか、鼻出てくる。ああ。ああ。もう、風なのかな、わかんないんですけど、治りかけ特有の時の、もう奥にでっかい鼻水があるっていう、そういった状態の時、今だからもう出ろ、早く出ろって思いながら俺は日々過ごしています。オーダー的にはそうだ、これでいいのか。そうね、ゲージがまあまあやっぱ阿部日々 CC なんで結構強めかな。でベインが3割近く残したし、去年は、うん、まあ期待を持ってやっていこうか。よし、したらば、オープンセンスだ。はい。ああ、うん。ちょっとまだ全開じゃないんだ俺。勝った。リードが9回する。ちょ、全然今全開じゃないから、全然鼻水とかが噛むし、もうタンとかも出るかもしんないけど、それはごめんなマジで。汚ねえんだ。今俺汚ねえんだ。うん。どっか久々に喋りながらゲームやってんな。ずっとね、メンバー限定で、ファルコンズを無言でやってはいたんですけども、多分2時間喋り続けるっていうのは多分今現状無理っすね。うん、ってぐらいやっぱり体はあんまり本調子ではございません。おい。なんか毎回こうなんだよな。なんか、毎回さ、ペナント始めるとこうなる気するわ。毎回こんなんなる気するわ。もう、どないすん。いやですわ。何を見たらこんなことやったのか、何を暇な間にずっとこんなことやってたのか、もうわからん。俺も何を見てたかわからん、この5日間ひたすら YouTube でなんかこう、 もう声を出さずとも見れるやつばっかり見てたんですけど、何も覚えてないな。何見てたっけな、全く覚えてない。なんか漫画とか読んでみようって漫画とか読んでましたけどね。はい。ケージコントロール C、バウチャーコントロール B。あ、なんかだんだん上がってきたね。はいはい、ディーン。まあ、若手が揃ってくれやね。ほい。ペナントレース。なんか若干ゲーム音も小さいような気もするしな。気のせいかな。気のせいだって信じよう。さあ、開幕戦ですね。なんか練習してたらなんかが上がってったよね。どうする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 、特能を教えたいけど、今回特能がな、そう、これ、このペナント、そうだな、特能を教えれないっていうのが結構実は、きついところなんだよな。ボーフォート万世。特能を教えれないのはまじしんどいな。どうしたらいいのか。とりあえず変化球鍛えるか。チェンジアップ3はちょっと、いただけませんな。でもカットボール3も、2もいただけんでしょ。どうしようかな。超早熟、ミーク。ゲージコントロール C。まあでもあんまり期待はできませんな。伸びアップ。いや、正直この伸びは削ってもいいんだよな、別にな。別にこいつが伸びを覚えなくてもいいっていうのもあるんだよな。ブルートンどうだろう。タイピンチ A だけど。本当にタイピンチ A だとしたら最高。最高&最高。バウチャー、あ、シュートいけんじゃん。まあ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 、覚えたらラッキーぐらいでいくか。覚えたらラッキー。本当にそれでいこう。
覚えてくれたらラッキー。覚えなかったらドンマイ。はい、あとはまあ、リードが阿部ヒ覚えて、チズムがささやき戦術。あとはバレラ。そうね。いや、もう別に何がだなぁ。そうだね。パーソンがパワーヒッター覚えたから、これでパワー A にでもなってくれたら、また話も変わってくるのかな。打線の厚みが強くなるのかな。D もな、パワー上がってきたな。基本的に一発のあるやつしかねえな、うち。足が速いとか、そういったことは一切ないんだな、うちな。オッケーオッケー。オッケーオッケー。みんな、頑張っていこう。4億あるからね。ここで選手を取ったりして、なんかさ、強くしていこうよ。はい、B ランクは帰れ。国に帰れ。黙って国に帰れ。さあ、開幕戦。どうしようかな。出番プレイでも見る？どうしようかな。誰見ようかな。結構俺が実は好きなのは、結構ベイン好きなんだよな、この感じの。ねえ。フルヒッター、ハイボールヒッター。この感じで去年3割残してるのがいいんだよな。ゲージがやっぱりな、結構、阿部比を持ってそうだから、ちょっと期待せざるを得ない。ああ、喉がずっと、良くない。本当にね、なんかね、最悪でしたよ。本当に。喉は痛くて、もうなんか、ギリギリ唾も飲み込めないみたいな。で、一応 PCR も受けて、PCR は陰性で、陰性ならとりあえずはいっかっつって、それは良かったんだけどさ。それは良かったんだけど、その、普通にその、物飲めねえし、大変すぎてね、お酒も飲んでませんからね、ずっとね。ごめんなさい、ちょっと今日、缶チューハイ飲みました。嘘つきました、ごめんなさい。ごめんなさい、今日だけ飲みました、ごめんなさい。はい。さあ、佐世保 HIS は、ハウスエンボスを売却したにもかかわらず、球団を買い取るという、まさかのマネーロンダリングを見せています。はい、スローカーブ。まあ、阿部比持って、ミート C、パワー C だったらば、調子よければ3割残すんじゃない ?3 割6輪ぐらいは。うん、一部は残さない気がするんだよ。マックスで言っても3割。まあ、常識というか、あり得るんじゃないかって考えたら、2割8分ぐらいを期待しましょう。うわ、まあ、上振れで3割かな。上振れ3割。はい、オッケー。ゲージが今年、上振れ3割。いや、まあまあ、正直期待はしてない。あんまり期待はしてないんだ。上振れ3割。2割8分だと思ってる、俺は、正直。ほい。はい、スローカーブ。正直、賞味な話。ほい、スプリット。まあでも、球見れてんな。しかし、なんか、うちも、ああ、いいね。こういうバッティングをね、1試合に一発でもやっていければ、上振れで3割はいけんじゃないですか？オッケーオッケー。うちはもう球場広いからね。意外とこういう、その、広く、ヒットゾーンを広く持ってるやつは、勝てるかもしれないです。さあ、なんと、8回まで、無失点できてしまった。そんなチームじゃない。うちはそんなチームじゃないのに。ああ、鼻がまだ、なんかどことなく、どことなくなんかね、まだね、鼻水とか出るんですよ。それが嫌なんですよ。よし。はい。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。今年もね、こんな感じですか。わかったわかった。わかったわかった。許してくれ。はい、OK でーす。よし、開幕だ。したら、とりあえずここまで行こうか。どうしようもないぐらい。どうしようもないぐらい鼻水出るな、これ。困ったな。はい。さあ、吸収限界というのも出つつ。どうしようかね。21歳3割。たらな、盗塁いいとかなんかいい情報が一つもないな。まあでも、エイプルトン。そうね、まず俺は何を取ろうとしてたんだ、これ。ピッチャーじゃないのか？野手か？なぜサードだ？外野か？お、ゲージ3割。ベイン、ゲージ、あ、ベネットか。ベネットの代わり探としてるのか俺。もしかして。ぽいな。コルウェル。覚醒したもんね。
まあ、サードだな。うん。バレラだな。ショートがいねえわ。ショートがどう考えても打ちないんだよな。うん、まあ、バレラがやらざるを得ない状態な。うわぁ、どうしようかな。そうね。確かに外野が一人いてもいいかなという思いはあるよね。どうしたら、ちょっと契約するか。早いかな。いや、この速さこそが大事な気がする。そしてただこのエイプルトンか。どうだろう。アシシー、ミートシー。そんなわけないんだよね。そんなわけない。でも6000万か。安いな。6000万なら非常に安い。21歳の若さ。エイプルトン取るか。エイプルトン取って、で、ショートだな。ショートが欲しい。ショートの守備の上手い若手を取ってきてくれ。ノリスさん。頼んだ。ショートが必要。俺たちにはショートが必要。そしてエイプルトン。ようこそエイプルトン。なんか、期待はしてないよね。別に。そんな激しい期待はもう全くしないんですけど。どうしようかな。エイプルトンなんか、アイテムいいんだよな。使ってみるか、エイプルトン。ハモンドと交代かな。そうね。んで、したらば、ベネット3割残しちゃってんだよな。どうしようかな。まあ、クレイグはこっからまた、ホームラン数上げてくるはずだから、コルウェルちょっと上げつつ、ちょっとほっといてみようかな、一回。なんか、使うんじゃない?そのうちエイプルトンっていう感じで。そのうち使うでしょ、エイプルトンって感じでいこう。で、ちょっと左の時リードがあるか。終わってんのか。そうなの、これでいこう。ちょっともう、そのうちなんとかなるだろうっていう精神でいこう。ほい。どうしようかな。なんか、ピッチャーもだいぶ終わってんでしょ、多分。よしよし、球種限界。球種限界多いね。嫌になっちゃうね。あった。クレイグズラップ。ベネット怪我した。はいはい。負けてんね。なんかロッテといい勝負になるかなと思ったけど、なんか全然ロッテより弱いな。ロッテ強いな、なんか。どうしたロッテ、急に。ピッチャーはもうね、ハーリー不調。パーター不調。先発が大不調ですな。中継ぎもまあまあ不調だな。困ったね。困ったもんですな。どうしましょう、どうしましょう。どうしようかな。困ったな。まあ、どうしようもクソもないんだけどね。もうひたすら成長を待つしか、今のところできないので。そうね。今のところ成長を待つぐらいしかできないんだよな。俺が何か手をつけて良くなるということは一切なさそうなんだよな。コルウェル、どうしようかな。パワーヒッター。パワーヒッターを誰かに覚えさすか。パスれば話も変わるか。ただ、パワーヒッターを覚えるような人間がいないんじゃないか。いや、ダンが覚えてもな。だったらパワー練習させた方がまだいいんじゃないかと思っちゃうな。でもパーソンもアイゼイア・パーソンだっけ。あ、アイゼイア・パーソンももう覚えてるしな。クレイグも覚えてる。コルウェル。コルウェル持ってみるか。でもパワー C だもんね。あんま期待できないか。うん、あんまり期待はしないまま。エイプルトン。どう、エイプルトン。お、ミートプラス8。やっぱり。ほっときゃいいんだよね。こういう時ね。ほっときゃ打ってくれんだよ、そのうち。はい、エイプルトン。行ってみようか。これでミート B にならない。ならないか。そうか。お、ベイン。パワープラス4。マジでこれでパワー C になったなった。いいね。ベインはこう、ミートがあと3ぐらい上がればね、可能性はあるよね。チズもパワー C か、これで。OKOK、ギリギリ C。うん。そうね。ショートレギュラーをちょっと確定させたいよね。来ねえかな、ショート。すげえいいの来ねえかな。すげえいいのが来たらあれか。ダメか。すげえいいのが来たら、来れないんか。なるほど、ほどほど、しょもす。しょもす。ほい、ゴー。ハーリー、怪我した。ハーリー。ハーリーよ。ダメだな。声を、ガッて出そうとしたら、ちょっと、グーってなるな。まだ俺は、全然、あれだな。本調子じゃないですね。すいませんね。聞き苦しいかもしれませんが、気にしないで。
どうしようかな。なんか、まともな中継ぎが嫌しね。どうすりゃいいんだ、これ。まともな中継ぎが嫌しねえぞ。ボーフォート万世だっつってるからな。ちょっと使いてえな。無理やり使って、エンニャコラで行ってみるか。うん。これ、バーナードルかな。なんか、もう一変化球ずつ上がれば、可能性はあるぞ、と思っちゃうな。チェンジアップを上げるかい。はい、そうしよう。オッケー。どうしようかな。もう何を買うでもないしな。何を買うでもないんだよな。新しい外国人見るかぐらいしかないな。こんなやりがいないペナントだったっけ。こんなやりがいのないペナントだったっけな、これ。なんかもっと一喜一憂できると思ったんだけど、全然そんなこともなく、たらたら消化。ダン怪我した。ダン。ベネットのりのり。こんなにもやりがいがなかったことある？なんかもっとやりがいのある気がするんだけど、こんなまだやりがいないことある？ベネット、3割3分。あ、いいね。ってなったら、ちょ、5番だな。クレイグもうちょい頑張ってほしいな。んで、ショートだな。やっぱバレラは厳しいか。ベインに関しては、まあまあ、核弾頭としては完璧よ。で、チズムが、まあ、いっか、チズム使うか。せっかく取っちゃったし。で、ショートだな。ショートに、もうマジ欲は言わん。欲は言わんから。本当に。あれ、デレクジーターみたいな人が来てほしいです。欲は言わんから。なんか、オール B みたいなやつ来ねえかな。とんでもねえやつみたいな。いいね、いいね。あー、ここでよく考えたらベネットのアイテム買っときゃよかったな。今買うのはもう遅いか？遅いかい？遅いね。遅いなー。俺ちょっと決断遅かったなー。遅すぎた決断が。やっぱ鈍ってる。ミークノリノリ。ちょっと決断が鈍ってる俺やっぱり。しばらく休んでたから。なあ。こんな遅い決断を下す男じゃなかったよ俺は。なんか俺はもっとさ、もうパパパってこう指示が出せる人間だったはずよ。やっぱしばらくやってなかったからやっぱりちょっと衰えてますね。で、野手はベネットがなんかちょいちょいノリノリ起こしてなんかチームに貢献するの面白いな。なあ、なんかちょいちょい頑張るんだよな。ちょいちょい頑張ってくれてるんだよな。ベインとかは何を覚えようとしてんの？ベインミートか。まあそらそうか。ミート C になってほしいな、これな。めっちゃミート C になってほしい。いける？ミート C。いけるかな？守備も、あれか。これよく考えたらあれか。これミートとかパワー買っとこうかな。人を増やすのも大事なのですが。大事なのですが。あれ？ああ、でもこういうのが、Cランクだったら最高。大事なのですが、おっと、なんだこれ、スコット。いや、パワー A 投げねえんだよな。こんなわけねえんだよな。俺分かってんだよ。こんなわけねえんだよ。こんなわけないけど、取ろうとしちゃう自分がいるよね。え、ちょっと待って、今、うち何人いんの？投手30、野手25。ってことは、野手をあと2人ぐらい取りたいっていう思いはあるのは分かってんだよ。ただ、結構ここで実は、ミート練習とか買うの結構ありなんじゃないと思ってる自分がいるよね。買ってみようよ。結構ありだと思う。いや、ミート練習を、やっぱ上げてみるっていうのは、チームにとってすごくプラス。ミートとかパワーとかさ。ミートとかパワーとか買ってみようよ、一回。パワー買ってみようかな、思い切って。いや、ミートとパワーを同時に買うと、エイプルトン乗る判明。早いな。はいはいはい。おいねいね、買ってる買ってる。はいはい、オッケーオッケー。を買うと、2億円消化するんで、2人取れなくなっちゃうんですよね。それがちょっと怖くは。巨人どうなってんだ、これ。結構、英断ではあるよね。英断を下すにしては、難しいとこはある。したら、誰がやんだっけ？エイプルトン。あれ？いいぞ。あれ？全然いいじゃん、エイプルトン。癖がない。エイプルトンには癖がない。あれ、いいぞ、いいぞ。なんか、
もしベネットショートじゃないかこれ。そうじゃないかこれ。打線を考えたら、エイプルトン癖がない。バレラじゃなくて、これベネットショートで、センターはエイプルトンじゃないか。うん。エイプルトン行こう。エイプルトンいいぞこれ。ミート67。クソデカ。クソデカミート。マジっすか？マジっちょか？マジっちょかだよね、これね。え、マジっちょか？ゲージも3割残してる。いいね。いいね。打線いいね。あとはもうあれだな。ピッチャーだな。ショートどうしようかな。取るのやめる？これショートいらなくないか、なんか。あー、もう、じゃあ、帰れ。あー、もう帰れ。どうしようかな。まあでも取りたいは取りたいよね。やっぱりね。人は足りてないから、ずっと。いやーどうしよう。アイテム買うか。な。一旦ここでアイテム買って、どうしようかね。まあ、ベイン買ってみるかい。ベイン。ベインベイン。ベインベインダンとか買ってみる。どうしようかな。ベネット、ノリノリかな、まだ。ベネット、まだノリノリ？どう？あ、いけるいける。買ってみよう、買ってみよう。ベインベインダンで行ってみよう。最短だ。去年最短だですからね。さあ、ベインベインダン。お、絶好調よ。ベイン見てえな。ベイン好きなんだよな。さあ、サードコルウェルがゼフショーということなんで、エイプルト行ってみる？うん、そうしてみよう。ベネットはこうだな。サードは、それこそ誰でもいいんだよな。クレイグ行ってみるか。ちょっと怖いけどね。だいぶ。だいぶ怖いんだけど。ベネットが、あ、でも、これな、ベネットが5番にいるの結構強いな。こうしようか。オッケー。あー、もう。なんかペナント動画始めるとこうなっちゃうんだよな、体調な。なんでなのかしら。ほんとに。ずっとこんな感じ。なんかしら体調がずっと悪い。勘弁してくれ。マツダズームズームスタジアム広島です。はい。ズームズームスタジアム。さあベイン。ベインはインハイ強いからな。はや。フルヒッターがプレイボールホームランで幕を開けました。ベインベイン。オッケー。インローを見事にライトスタンドにめちゃくちゃ振り抜いたな。振り客少ねー。少ねえぜおい。さあこっからもうバカみたいに点取られるからな、うちはな。やっぱな、でもやっぱそうなんだよな。おい、ちょっとストレートを振り抜く男。いや、こいつはとにかく引っ張る男なんだな。素晴らしいな。まだ2球しか投げてないぞ。2球しか投げてないのにもう2点取っちゃった。ベインベインさすがだな。やっぱこっから点取られるから、やっぱりやっぱりね、ピッチャーなのよ結局足んないのは。うちにそんなこと分かってんのよ。さあベインに対して2球で2点取られる。カープハイボール、プレヒッターだからな。ベインちょっとやりすぎだな。ベインベインやりすぎだな。3打席連続ホームラン。ベインやりすぎだな。ベインそんなつもりじゃなかったっす。ベインやりすぎている。君はちょっとやりすぎだよ。ベイン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 に打順を回せ。ベインに打順を回せ。さあ点が入る。ベインに回せ。ベインに、あ、いいねいいね。とにかくベインに回してくれ。したらどうにか点が入る。オッケー。フルヒッターだからかな、伸びるな、ライト方向にが。オッケー。これでも次ホームラン打ったらカープキラーついちゃうな。いらねえな。レギュラーシーズン使わねえもんな。まあまあまあ一回か。カープキラーいらねえな。あ、いや、いいな。なんか点が入ってるけどやっぱ取られるね。やっぱ打って勝つしかねえんだな、やっぱりな。うん、そうなの。打って勝つしかねえんだ、うちやっぱり。あ、オッケーオッケー、まあ、キラーつかなくてもいいしね、別にね。いや、オッケー、まあ、キラーがつかなくていい。だったらロッテキラーとかすぎるし、勝った。ベイン今日3本。すごいね。はい、勝った。いいですね。ゲージもホームラン打ってますよ。
OK です。プレイボールホームラン達成、3打席連続ホームラン、素晴らしいね。あとはもうお金が増えろと願うばかり。まあ増えるだろう、こんだけ打ったら。ベインが怪我しない限り。さ、外国人連れてくるんだよ。ハモンドのより、ハモンド。お、お金増えてる。ハモンド。あ、そっか、ハモンド。うわぁ、どうしようかな。困ったもんですな、ハモンド。いやぁ、ノリノリか。まあ、使ってみてもいいんじゃないかという意見もありつつ、使う必要があるのかという意見もありつつ、でも DH がいないんじゃないかという意見もありつつ、だからもう使ってくしか、いえ、おういえ、使ってくしかないんだな。そうね、使ってこう。DH がちょっと、クレイグがなんか思ったより沈んじゃってるんで、ノリノリなうちになんか使ってみよう。んで、どうしようかな。買うかな。まあ、ベネットとか今のうち買っとかないと多分もう腐っちゃうもんね。ベネット、ベネット、ベネット。期待しすぎかな。ちょっと勝負に出たな、ヤキモンさんね、ここで。ノリノリ終わるよ、サムサムする、ベネット。大丈夫？大丈夫かな。アモンド。さあ、ベイン怪我した。ベイン4週間の怪我。嘘、ベイン。怪我した？あ、お金増えてる。まあ、お金が増えてるのはいいんだ。お金が増えてるのはいいんだけど、ちょっと怪我したな。どうした、どうした。ベイン。足下がってる？そんなことないか。一旦下げて、ちょっととりあえず、あれだな。1番、切り込み隊長がいなくなっちゃった。うわぁ、この切り込み隊長いなくなるのしんどいな。ってなると、パーソンになってくるのかな？で、ライト、エイプルトン？いや、どうしよう。ハモンドか？あ、ガイアがいねえな。マルティネス行ってみるか。マルティネス行ってみよう。それしかねえ。うん。ハモンド2番。はいはい。うん、これで行ってみよう。ほい。ほい。オッケーオッケー。とりあえずこれで、キューバをしのぐか。そしてお金は増えてる。選手取れるかな？どうだろう。もう全員 C ランク。全員 C ランクだけどな。全員 C ランクだけど C ランクだというだけだな。どうしようかな。期限をどこと見るか。オランダの36本信用できねえんだよな。どうしようかな。2ヶ月待ってるぞ、もう。2ヶ月待って、こんだけしかいないのかっていうところだよね。7月まで待とう。ベネット終わった。7月まで待ってみて、そこで考えてみましょう。ってなったら、どうしよう。どこだ？ダン。ダン。ゲージ。ゲージ。さあ、266から増えたもんかな。増えてほしいんだけどもさ。とりあえず7月まで見てみて。ダン！さあなんでさ、買ったタイミングで気がするかね。何があったらそんな親不孝なことができるかね。とりあえずオスの行くか。親不孝だよ、それは。君。親不孝。君がやってることは親不孝と言わざるを得ない。もうノリノリオスナ行くしかないか。呼ばんな、こうなってきたら。ノリノリオスナってなんかいいね。そしてハモンドが本当にこれノリノリかこれこいつ本当にノリノリかこれ。信じられんのやけども、本当かね。いまいち信じれん。ベインはあと、いやちょっと1番と3番が抜けた状態でさあ、もうさあ、話が違うよね。エイプルトも怪我した。頼むぜ、おい。怪我だけは油断大敵。あ、お金増えてる。増えてんな。お金が増えてんな。どうしようかな。したら、なんかアイテムいける？無理か？お、ボーフォート。コントロールプラス3。晩成なんですよね。まあ、本当かどうか怪しいんだけど。万世とは言ってんのよ。ずーっと。本当かどうか怪しいよ、もう。俺外国人は嘘つくと思ってっからさ。嘘だろ、おい。とか思ってっからずっと。そんなわけないと思ってっからね。ベネット3割。ベネットがなんか、毎年こんな感じだな。
こんな感じで毎年ちょっとだけ活躍する。コルベル、ミートプラスさん、あら。何があったの ?63。安定してんな。サードにいてくれたら嬉しいなって感じだな。あとは?そうね、あとはもう。そうね、とりあえずちょっと誰か取るか?誰か取ってみますか?いや、取るってなってもこれだな。スコットだな。25歳。まあちょっとかけてみるか。期待はしてないけどね、あんまり。で、一応コントロールの高い先発タイプを、ちょっと取っとこう、一人。取れたらいいなって感じ。さあ、見てみよう。スコット。はい。対ストレート。ほう。ジョー・スコット。どうかしらね。これ DADDCD だったら最高ですけど。そんなわけないか。ってなったら、とりあえず、ディーンかな?パーマーかな?パーマーだな。よし、これでいこうか。よし、じゃあ今回はこれで終わります。また次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。